お花紙を使ったひまわりです。黄色2枚とオレンジ1枚を重ねます。黄色の方を内側にして半分に折ります。この折り目までを3等分します。この折り目を真ん中に合わせて折ります。これで3等分です。反対側も同じようにしましょう。こうして折っておくと、きれいに蛇腹に折ることができます。端を手前に折ったら、次の折り目のところまで折っていって、折り返して、線に合わせてまた折り目をつける。この繰り返しです。次にこれを半分に折ります。真ん中の部分をモールかビニタイでキュッと縛ります。交差させてねじります。今度、輪になっている方からハサミを入れていきます。丸みをつけながら3分の1ぐらい切ります。これを横に開いて、花びらの根元をキュッと指で潰しながら、こんな風に開いていきます。これで花が半分できました。反対側も同じように折り山を潰すように根元のところをキュッと押さえながら開いていきます。平らに置いて花びらを整えます。これで花びらができました。次は真ん中の部分です。クレヨンで適当に丸く描いたり、線を入れたり、下にこんな風にガタガタしたものを引くと、その形が映ります。子供たちの自由な発想で好きな模様を描かせてください。これを丸く切り取ります。裏に水のりをつけて、先ほどの花の上に貼ります。ぎゅっと押さえてください。これでひまわりができました。
次に葉っぱを作ります。緑色の紙を2枚、三角に折ったら残った部分を切り落とします。さらに半分、そしてもう半分、これを手前に折り返して反対側も同じように折ります。これを広げて2枚にします。1枚ずつ折ってもいいのですが、2枚一度に折ると折り目がついているので作業が早くなります。元の形に戻したら、この付け根の部分に糊をつけて貼り合わせておきましょう。同じものをもう一枚作ります。先の部分を広げます。できるだけ葉っぱの形になるようにして上からキュッと押さえておきましょう。葉っぱの根元の部分に水のりをつけて、先ほどの花のところに貼ります。少し葉っぱがはみ出るように貼ってください。これで完成です。いくつも作って並べるとひまわり畑のようになります。